僕はですね、最近ちょっと気になってるものが2つありまして、1つはあのムソンの MAX1 っていう名前のアクションカメラ、アクションカムですね、これがちょっと気になってるんですよ。で、このムソンの MAX1 っていうのは、まあ、どういったカメラかというと、まあ、ムソンっていうのは中華アクションカムの中ではね、まあ割と有名な、メーカーだと思うんですよ。で、そこがまあ新しく発売した、アクションカムっていうことになります、で、最新機種っていうこともまあまあまあその気になるポイントの一つなんですけど、まあ、一番気になるポイントはですね、これあのマイク入力端子がついてるんですよ。マイク入力端子がということはモトブログで使えそうだなということで、まあ、ちょっと気になってたんですね。これはあのまだ発売されたばっかなんでレビュー動画がねちょっと少ないんですよ。なのでまだね、十分検討できる段階、あの物欲に駆られて買ってしまうっていう、まあそこまでいかないということです。で、これでいろいろ検証されてきて、あ、ここがいいな、あそこがダメだなっていうのが分かってきたら、まあ、改めて購入の対象として、検討していこうかとは思ってるんですけど、まあ、値段は大したことないんで買おうと思えばパッと買えちゃうんですけど、無駄にね物を増やしても意味がないので、とりあえずこれはまあ、まだ検討中ということです。はい、2番目に欲しいものはバイクですね。今乗ってる FZ25 自体は別に不満があるわけじゃないんで、これはこれで乗ってくんですけど、日常のね買い物とかね、そういったものまでこれで行くのはちょっともったいないので、まあできればビジネスバイク的なものが欲しいわけですよ。スクーターでもいいんですけど、まあできればチェンジ付きがね望ましいので、まあそういう理由でちょっと、まあ、株みたいなものを探してます。で、一つね候補に上がってるのは、あの前にちょっと GPX さんの話をね出したと思うんですけど、その GPX さんが新しく出したあのポップス125っていうビジネスバイク、まあこれは株の125をおそらく、まあ、ターゲットにしてるんでしょうけど、まあ、株の125っていうのはこう例えばキャストホイールであったりディスクブレーキであったり、まあ、そういう装備の充実が一つの売りだと思うんですがね、まあ、そのなんかこうちょっと意識してるなっていう作りなんですよ。もちろんね株の125よりも断然安いです、新車でもね。30万切ってますからね、27、8万だったかな、その諸幣税込みでね、だからそうなるとこれが断然こう候補に上がってくるんですよ。まあとはいえね、こう見ないで買うわけにもいかないんで、まあ、ちょっと見てこようかなと。GPX さんその取扱店がね千葉にあるんですけど、まあなんかこう伸び伸びになってたんで、まあ、今日ちょっと行ってみようかなと思って出向いております。関東には、まあ、GPX を取り扱ってる店舗っていうのは何店舗かあるんですけど、僕の家から一番近いのはこの松戸にある、クロニクルさんというお店ですね。で、ここがGPX の取り扱いをしているということで、うちからどれぐらいだろう、30分ぐらいですかね、ということで今そろそろ着くのかな。この、千葉鑑定団、ここが目印ですね。この横に立ってます、ここですね。
ありました。ということで今からちょっとお伺いしようと思います。松戸のクロニクルさんに行ってまいりました。まあ、お目当てだったポップスは、まあ、一通りというかね、ピンクだけ在庫がなかったか。でもピンクは初めから眼中にないので、まあ、一通り、置いてあって、で実写でいろいろと見比べてみたんですが、どれもね、まあ一長一短ありますね、色としてはね。で個人的にはオレンジとブルーの2択で考えてたんですけど、まあ、実写を見ちゃうとね、まあ、それぞれにいいとこあるんですよ。例えば白のね車体だと椅子がね茶色なんですよ。まあ川っぽく見えるっていうね。よく言うとだからオレンジにその茶色い椅子がつくと最高なんですけど、まあそれはね組み合わせとしてやりたいんであれば購入後に自分で、椅子だけパーツを発注してで組み替えるっていう感じですかね。まあとにかくね、物としてはものすごくいいですね。まあオレンジが試乗車で置いてあったんですけど、まあ試乗はしなかったんですけど、エンジンかけたり、一通りのものを見させてもらって、まあ悪いところは見当たらない。全てにおいてなんとのご近所をプラプラするバイクとしては、理想的だなと思った次第です。まあかなりね気持ちはねオレンジで固まってたんですけど、なぜねオレンジの在庫がないっていうことで、まあ、試乗車はあったんですけどね、試乗車はあるけど売るための在庫がないので、まあそれがちょっとねどうしようかっていう話で、ただまあ近隣に、関東とか、まあ、関西とか、そういう店舗に物があればそこから入れてもらえるっていうことでした。どうなんでしょうね、多分ポッポスっていうバイクは、まあ、男が買うにせよ女が買うにせよオレンジが多分一番の売れ線になるんじゃないかなと僕は思うんですが、そうなるとちょっとその辺をね、多めに仕入れておくべきなんじゃないのっていうふうにちょっとだけ思ったんですけどね。まあそういうわけでちょっと最近気になっているもの、アクションカメラ、中華アクションカムの、MAX1、 ムソンの MAX1 で、あとはビジネスバイク GPX の、ポップス125、これらが気になっていますというお話でした。ではまた。